この遊びにも飽きてきたな。おい片付けろ女どももな。おなんだこれは魔法か。いやいや修練の賜物さ。お姿を見せろ。よしいいだろう。それこれを使え。殺せ皆殺しだ。おっと。いたぞ逃がすな。おおすごい。後ろからブシュ。ひどい。はい。ちょっとひどい。わあまさかあなたは。どうも助かりました。持ってろエツヨ。以前にも会ったことが。おい分からんのか。俺だマリオだよ。おじ上。まあ無理もないさ。久しぶりだな。まさかこの声はだ。フィレンツェで何があったかはもう聞いてる。マジか。腐ったれ。おいちょっと向こうで話をしよう。いや似合ってるな。似合ってるわ。私のわけ。よし、やっと話ができる。父は反逆罪で処刑されました。フェデリコとペトルチオも。俺も危なかった。わけはわかるか。全く見当もつきません。手がかりといえば名簿が一つあるきりです。悪夢を見ているようですよ。悩むな、じきにわかるさ。大塚さんです。そうならいいんですが。ほれ急げ、あと少しだ。モンテリ城にはいいところだぞ。その町はフィレンツェとは敵同士のはずじゃ。今はな。だが来年は味方かもしれんし、再来年はまた敵になるかもしれん。考えるだけ無駄だ。お前も考えるな。真面目だし働き者揃いだ。凝った品物は置いてないが、どれも丁寧に作られてるし頑丈だ。教会もあるぞ。神父は感じのいい男なんだが、俺は信心深い方じゃないんでな。ヴィラ・アウディトーレは築200年といったところだ。気づいたのは俺のひいじいさんだ。変人でな。ヴィラは秘密だらけさ。注意しておけ。思いもかけないものが見つかるかもしれんぞ。いくつもの戦火を経験してきているから、あちらこちらがかなり傷んできていてな。妙な神父。できれば直してやりたいんだが、金も暇もないと来てる。ままならんものさ。さあ着いたぞ、愛しの我が家だ。おマリオのお家。どうだ。びっくりしましたよ。昔はもっと立派だったんだ。本当だぞ。時間さえあればもっとピカピカにしてやれるんだがな。これでここの様子は分かったろう。じゃあ準備をしてこい。部下が市場でお前を待っている。用意ができたら戻ってこい。すぐに始めよう。始める？何をです？訓練に決まっとるだろうが。待ってください、俺にそんなつもりはありません。母と妹を安全な場所に逃がせれば。父親の仕事はどうする？引き継がない気なのか？父の仕事ですって？銀行のですか？おい知らないのか。何の話やらさっぱりですよ。何を考えてるんだジョバンニ。何から話したもんか。市場で装備を調達してこい。その間に考える。でも。でもはなしだ。後で話そう。金がいるだろう。ほら持ってけ。あともし休息が必要ならヴィラに来い。最上階に部屋を用意しておいたぞ。頼もしい。めっちゃ金くれたし。どうっす。あ。お。妹とお母さん。心配するな。長居するつもりはないから。ここは嫌いよ。家に帰りたいわ。そうだな。お兄ちゃんあんな格好だったらびっくりでしょ。いや、大塚さん。おじ上、戻りました。早いじゃないか。よし、早速訓練開始だ。いえ、言ったでしょ、すぐに立つと。エツヨ、
ビエリにさえ手こずったことを忘れたか。あれでは一週間と無事でいられんぞ。行くなら行け、止めません。確かに。だがその前にまずは自分の身を守る技と知識を身につけることだ。自分のためじゃない、母と妹のためだ。はい。よし。お、マリオ。剣を振り回すだけなら簡単だ。だが戦いはそんな単純なものじゃない。やられる前にやられては何にもならん。まずは攻撃のかわし方だ。お、父は銀行家ではなかったのですか。はっきり言えばそういうことだな。序盤にはアサシンだったのさ。あら、あら、信じられない。いや、食らってる。囲まれてた父が。よし、攻撃をかわす方法は覚えたな。はい。それはそれを自分の攻撃につなげる方法だ。なるほど。アサシン教団にテンプル騎士団か。まるでおとぎ話だ。古びた様式に汚烈な文字で書かれているようなさ。どうしてそれを。その探検だよ。それと一緒に写本の断片も受け継いだはずだからな。こういう感じ。写本。教団について知るための手引きだ。起源、目的、秘術、心情と言ってもいい。カウンターキル。序盤には写本に秘密が隠されてると信じていた。世界のありようを変えるような。何、それを狙っていた。隊長の許可がいるのか。ああ。これじゃ面白くない。痛い。ママの助けは来ないぞ。やば。これでいいのか。だいぶ上達したな。すいません。今日は間合いの取り方を教えてやろう。どこに立ち、時間が経ってどう動くかで戦いの行方はガラリと変わる。俺の書斎でいろいろ調べたようじゃないか。どうだ、納得したか。 R2 と長押しで解除する。確かに父はアサシンでした。でもなぜそのことを秘密に。テンプル騎士団を知っているか。十字軍の時代に結成された騎士団の一つだ。200年前にフランスで解散したことになったが、事実は違う。おっと。密かに地下に潜り、恐ろしい陰謀を巡らせているんだ。陰謀だって。陰謀。テンプル騎士団は世界中の目的に、俺たちアサシンはそれを阻止するために戦っているんだ。ハンジも一味だったと。敵をロック中あるつな。では名簿に載っていたのは。オッケー、危ね。おお、今度はマリオ倒す。当たらなかったか。やっちゃう、やっちゃう。よくやった。もう一人前だな。感謝しています。叔父上のおかげですよ。水臭い。俺とお前は家族じゃないか。恩に来ています、叔父上。おお、とどまる気になったか。いいえ、3日後スペインに立ちます。しかしだな、せっかく敵を倒すための技をあれこれと教えてやったというのに。これはあくまで誤信用です。言ってしまうのか。父の戦いも死も全て無駄になって構わないと義務を放棄するのか。いいだろう、分かった。お前の好きなようにするがいい。叔父上、怒らなくても。察してくれ。ビエリとのいざこざはあんたが来て以来ずっとなんだ。まあ無理もない。やつも大変さ。なるほど。叔父上。あ、違う。みんなどこへ行った。ビエリとのケリをつけにサンジミニアーノへ行く。俺も戦わせてくれ。なるほど。ビエリ・デ・パッツィ、フィレンツェ第二の銀行家一族の最年少メンバー。金を浪費する才能は天下一品だ。一族の財産を武器や服に湯水のように使っただけでなく、勝負ごとにも熱中した。ビエリはいろんなレースを自ら主催し出場した。もちろんフェアな勝負じゃない。
そのレースに奇跡的に他の者が優勝した場合、彼は勝者とその家族を晩餐に招待した。毒入りの晩餐さ。やば、最悪じゃん。それなら馬に乗っていくといい。馬。出発前にマリアの部屋をどうする。おお。いらしたのね。ずっとあの調子なの。ペトルチョが集めていた羽を前にして昼も夜も口をつぐんだまま。どうすればいいの。見ていて辛いわ。心配するな。いつかきっと昔の母上に戻るさ。かわいそうなお母さん。集めた羽をマリアの部屋にある。あ、これにしまう。はいはい。オーケー、4枚だけ。しょうがないよ、だってこんなもんすよ。よっしゃー、なんか結構派手なことが起きそうだぞ。よし、着いた。大塚さん。エッチよ、何をしに来た。責任を果たしに。ビエリの件は俺のせいですから。どの道テンプル騎士団と俺たちアサシンは戦う運命さ。何にせよ手伝います。いいだろう。じゃあよく聞け。まずは町へ入る道を見つける。敵も守りを固めているはずだ。門はぴったりと閉ざされ、兵によって守られている。だが町は大きく、ビエリも全ては守りきれない。南門は警戒が薄い。そこを突くんだ。オッケー、ビエリをやっちまうんですね。さあ、よし、エッチよ、作戦を説明するぞ。俺と部下たちで注意を引きつける。敵が応戦してきたら、お前はその隙に壁を越え、何とかして門を開けるんだ。投げナイフを持っていけ。これで弓兵を倒すんだ。はい、わかりました。お、始めるぞ。攻撃開始。投げナイフ、これか。ああ、まずい。私を殺しても仕方ないじゃないですか。すまん。よし、よくやった。よし、入ったぞ。こっちだ。失礼。あの連中の注意をそらし、警報を出されないようにするんだ。その間に俺がビエリを見つけ、やつを黙らせてやる。わかりました。待て、エッチよ、兵を何人か連れて行け。念のためだ。片付いたらこっちと合流しろ。パンピオ始末。おい、何だったんだよ。さあな、合図したら俺についてきてくれ。ただことじゃないだろうさ。そこだ、逃がすな。おっと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 。ごめん、まったく、ぼんやりに迷いろ。どういうこと。ちょっと待て、マリオ様が攻撃を受けている。助けに行け。おっと、おお、特殊キルムーブすごい。ごめんな。よし、一体どういうつもりなの。いたぞ、ビエル。決まりだ、ビエリ。お前はここに残って傭兵を指揮しろ。フランチェスコは市内の兵を編成し、
後期の到来を待って攻撃命令を出すのだ。ヤコポ、お前はことがなった後市民の動揺を抑える。マリオのやつはどうします？我が軍に損害を与えているし、この計画だって察しているかもしれない。厄介な男だ。兄と同じく我らの邪魔をする。兄貴の後を追わせてやりますよ父上。なすべきことが終わって後でゆっくりと料理すればいい。言ってるやつがこいつがやばいやつ。さて他に何か。こいつがよし。英知の父の導きがあらんこと。英知の父の導きがあらんこと。テンプル記者。総隊長、総隊長。なんだ。マリオ・アウディトーレが町に攻撃を。ご指示を。狙いは俺だな。よいしょ。一瞬。はい。お前たちは何を企んでいる。父上はそれを知った。そのために殺されたのか。残念だな。ベラベラ喋ると思うか。クソだね。どうせならもっといたぶってやりたかったのに。地獄でせいぜい苦しむんだな。お前なんて。もういい。死者に敬意を払え。敬意だって。こんなろくでなしに。ビエリがどんなやつか知らないわけじゃないでしょう。お前はやつと違う。同じになるな。いいこと言う。死が何時に平安をもたらさんこと。安らかに眠れ。これをやろう。後で読んでおくといい。ここでの仕事は終わった。さあミラへ帰ろう。お店が開く。